僕今まで一番高い買い物はあれですよ、多分ちょっと独特で馬、あの中央競馬会の馬主に1回なったんですよ。で競りで 2億7000万だか4000万ぐらいの馬をバーって買って、じゃこれからよし馬主として頑張るぞってなった時に捕まったんですよ、はい、だから僕1回も馬買ったのに走らず引退したんで超もったいないですよね。それも